どうも、構図です。今回ですけども、アルビレックス新潟守護神小島良介徹底解説ということで、選手、小島選手ね、フィーチャーしてやっていきたいと思います。目次です。経歴と過去、そして新潟加入後ということで、それぞれ触れながらね、小島選手を徹底分析していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。2024年1月10日時点での情報ベースにしてますので、そこからね、まあ、いろいろ情報っていうのは、まあ、常日頃更新されますが、一応この段階での最新情報までというところで、経歴と過去見ていきましょう。名古屋グランパスの U18 出身の選手、そして、早稲田大学へ進学しました、同期に相馬選手とかね、いるんですよね。で、2学年上に後藤選手、まあ、現山形の正ゴールキーパーですけど、がいたことから1年生、2年生の時には出番が少なかったと。そして、世代別代表に選出されて、4年時には、関東大学一部優勝に貢献、そして MVP、そしてベストイレブン、そして特別賞と、もう総なめしたと、もう大活躍。ちなみにゴールキーパーでの MVP 獲得は史上3人目らしいですね、関東大学リーグでね。すごい、要は超すごいっていう。で、その後、大分トリニータでプロキャリアをスタートさせたわけですが、高木選手、ポープウィリアム選手、ムンキョンゴン選手と、まあもう、豪華オブ豪華よね。のゴールキーパーポジション争いは熾烈で、正ゴールキーパーにはなれなかった。出場機会はあったんですけどね。やっぱ高木選手の牙城を崩すのはやっぱむずいんだよな。今コンサドーレにいらっしゃいますけどね。この2019年の大分時代のチームメイトである伊藤亮太郎選手と星優選手は新潟でもチームメイトとなるというふうなところ。そして新潟加入後の話をしましょう。2020年アルベルト監督就任初年度の新潟へレンタル移籍で加入と、開幕スタメンを勝ち取りましたね。そして無失点で勝利に貢献と。しかしこのシーズンは怪我などもあり、ゴールキーパー藤田選手が出場機会を得るなどで、コンスタントに小島選手が出場することはできなかったと。また今ほどの安定感もなく、まあ今ね、その2024年に入りましたけど、まあ2023シーズンまで振り返るとですよ、まあ今ほどの安定感もなく、その比較すると2020年と2023を比較すると、セービングには波があり、課題感が残る状況でもあったと。で、2021年も怪我の手術などで出遅れ、ゴールキーパー阿部選手が出場機会を得たと。シーズン途中にスタメンに返り咲くもコンディションが上がらずに9試合の出場にとどまったと。なかなかね、新潟に加入してから、いいとこもありながら、悪いところもありながらみたいな、ちょっと波がありましたよね。しかし、2022年にはコンディションも回復し、全試合フル出場。すごいよね。そのやっぱ怪我がちだったところから全開したと。を達成。新潟の J1 昇格に大きく貢献した。J2 優勝、J1 昇格に大きく貢献したわけです。ポテンシャルは相当なものだったわけですが、ようやく発揮されたという印象ですよね。私はね、この2020年、2021年加入の時から、結構ね、気にしてて、いい選手だなとは思ってたんだけど、やっぱ波があるなとも、いうのはね、もちろん分かってて、ようやく本領発揮という。そういう感じ。ビルドアップ参加での落ち着きや安定感はさらに精度が増し、セービングの部分でも好セーブが増えたことで、正ゴールキーパーの座に君臨し続けたと。幾度となく決定機を阻止し、存在感増していったと。まあもう新潟の守護神、俺たちの小島と。いうふうなとこですよね。で、そして2023年 J1 でさらにその能力が開花すると。やっぱゴールキーパーの良し悪しで年間勝ち点10は変わると。僕はね、常々提唱してるわけですが、この年の、小島選手の活躍は新潟に勝ち点10以上のプラスをもたらしたと言っても過言ではないと。15ぐらい貢献したんじゃない。特に神がかってたのは、まあ、試合をピックアップするとね、 J1 第33節の横浜 F ・マリノス戦でのプレー、これは必見ですね。試合のレビューとか、Vlog とかでも、触れてるんですけど、小島選手15点ぐらい止めてましたね。で、これは、オフシーズンに上がってた YouTube の動画の中で、選手のインタビューの中で、まあ、同じチームのね、ライバルでもあるゴールキーパー、阿部コート選手も、マリノス戦での小島がすごかったと、称賛するほどだったわけですし、またそのチーム全体の MVP って誰ですかねっていう話の中で、堀米キャプテンや高木義明選手も、まあこの年のチーム MVP としては小島選手でしょうと、まあ名を挙げるほど、まあ中心選手としてチームに貢献してくれたと、もう不動の存在、やっぱ非常に、
助けてくれた、チームを助けたというふうなところで、かなり貢献度が高かった印象があります。これはもうサポーターの皆さんは より分かると思います。もう守護神たる守護神という、おそらく新潟史上最高守護神と言ってもいいのではないでしょうかね。今まではやっぱり東口選手っていうのがね、やっぱり新潟の歴代の中でも優秀なゴールキーパーのトップオブトップだと思ってましたが、やっぱ今の小島選手はもう当時の東口選手を超えたんじゃないかと言ってもいいかもしれません。もう今の小島選手は多分歴代最高ゴールキーパーかなと、新潟史上ね。新潟結構いいゴールキーパーがいるときは結構調子が良くてですね、北野選手とか、まあ木田選手、野沢選手もしっかりですけどね。そう結構そのキーパーが安定してるときは新潟割といいんだけど、久々にこうキーパー安定期に入ったかなと、神ゴールキーパーいる期に入ったかなというふうに思われます。そして今年の日本代表にも追加招集され、その実力がより認められつつあると、J1 所属のゴールキーパーの中では屈指の存在と言えるでしょうと、小島選手の強みはやはり安定感と落ち着きがある精度の高いビルドアップ参加にあると、プラス1人ディフェンダーがいるかのように最終ラインの1人として、ビルドアップに参加できるので、相手のハイプレスにかける人員に対して常に1人余らせることができるのは今の新潟スタイルのサッカーを体現する上でも欠かせない存在となっていると。やっぱりこうね、ディフェンスラインからのビルドアップに対して相手のフォワードだったり攻撃的ミッドフィルダーがプレスをかけに来ると、ハイプレスをかけに来て相手の陣内でゴールに、相手のゴールに近い位置でボールを奪って速攻、要はカウンターを仕掛けて得点を取ろうっていうのは、まあやっぱりディフェンスラインからビルドアップするチームに対する対策の一つとしてセオリーになってるわけですけれども、やっぱりそこにゴールキーパーが参加しちゃうと、ゴールキーパー分までハイプレスにかけると、そのハイプレスにかけた背後のスペースがガラ空きになっちゃうので、そこを崩されたとき、それを飛び越えられたときに一転してピンチになっちゃう、わけですよね。だからやっぱりゴールキーパーがそのディフェンスラインでのビルドアップに積極的に参加できる高いクオリティでっていうのは、まあ本当に今の新潟サッカーの土台を支えるというか、だしこれができるゴールキーパーなかなかいないんですよね。そのイークラチャレンジと全然別物なんですよ。なんかそのボールを持ち運んで、なんかこう強引に相手のハイプレス網を突破する、でも取られてイニエスタに怒られるみたいななんか動画も見ましたけど、そういうのじゃないんですよ。ちゃんとプラス1人ディフェンダーみたいな、守備ラインのディフェンスラインのビルドアップにプラス1人多いみたいなイメージなんで、相手からすると結構対策は難しいよなと思いますね。加えて2023年はフル出場した前年以上にセービングでの活躍も目立ったと、決定的なピンチを止めるビッグセーブを連発だ。これ、まあ、マジで33節のマリノス戦だけ見てもわかる。これで、まあ、チームが助かった場面が あまたあったと、今の日本人ゴールキーパーで足元の技術とセービングを両立している選手の筆頭格といって問題ない。そのセービングのみとかねはあるんだけど、その優秀さで言ったら、他のゴールキーパーでもね、でもその足元の技術もセービングも高いレベルで安定してるっていう選手はなかなかいないのですよ。なので、まあ、オフシーズンには引き抜きの心配もありましたが、まあ、一番最初にね契約更新が発表されてサポーターを安堵させてくれたと。2024年はさらなる活躍が期待できる選手だと思いますし、まあ、日本代表定着、そして J リーグベスト11も当然あり得ると。今ねチームはいろんな選手ね、契約更新のコメントのたびにタイトル獲得という風なキーワードが選手出てきてますので、選手からね出てきてるので、やっぱ J リーグで上位に進出して、J リーグベスト11、まあそこまで選ばれたらもう自然と日本代表にも選ばれるでしょうというふうなところで、非常に、期待されるというふうなところで、小島選手の解説というか説明取説みたいな感じでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしております。いいねは既読の印ということで、コメントするのはちょっとなっていう方でも、グッドボタンだけでも押して帰ってください。やはりねこう、日本人ゴールキーパーでここまでクオリティの高い選手が出てくるかと、しかもまあね僕の大好きな新潟からっていうところが、まあ、非常に嬉しくもあり、楽しみでもあるというふうなところです。はい、ご視聴ありがとうございました。